柔道講道館杯東京五輪金メダルのウルフアロン復帰戦は3位に。2022年10月30日、柔道の講道館杯全日本体重別選手権は2日目、男子の試合が行われ、東京オリンピックの金メダリスト、ウルフアロン選手がオリンピック以来1年3ヶ月ぶりの実戦に臨みましたが、準決勝で敗れ復帰戦は3位に終わりました。千葉市で行われた大会には、2年後のパリオリンピックにつながる国際大会の出場権をかけて各階級の国内トップレベルの選手が出場しました。大会2日目の最終日は男子の7つの階級が行われ、100キロ級では東京オリンピックの金メダリスト、ウルフ選手が出場しました。ウルフ選手は東京オリンピックの後、右足首の怪我や新型コロナウイルスの感染で大会の欠場が続き、今大会がオリンピック以来、1年3ヶ月ぶりの実戦となりました。初戦の2回戦から延長戦となるなど苦しみながらも勝ち進み、準決勝で大学4年生の上岡小太郎選手と対戦しました。ウルフ選手は積極的に仕掛ける相手に対して攻め込むことができず、延長3分過ぎに3つ目の指導を受けて反則負けとなりました。3位決定戦では大学4年生の熊坂光隆選手と対戦し、再び延長戦にもつれ込みましたが延長1分過ぎ内股で技ありを奪って勝ち、復帰戦は3位に終わりました。一方、準決勝でウルフ選手を破った上岡選手は決勝で大学3年生のグリーンカラニ・カイト選手と対戦し延長戦を制して初優勝しました。また、100キロを超えるクラスの決勝では東京オリンピック代表の原沢久義選手が大学3年生の高橋翼選手と対戦しました。試合は互いに技を出し合いながら延長戦にもつれ込み、原沢選手は高橋選手に縦四方固め目で抑え込まれて敗れ、準優勝でした。9分を超える熱戦を制した高橋選手は初優勝です。このほか、60キロ級では大学3年生の近藤隼人選手、66キロ級では竹岡剛選手、73キロ級では大吉健選手、81キロ級では小原健也選手、90キロ級ではリオデジャネイロオリンピックの金メダリスト、ベイカー・マシュー選手がそれぞれ優勝しました。ウルフアロン、次に向けやっていくこと見つかった大会。復帰戦を終えた男子100キロ級のウルフアロン選手は、練習ではいい動きができていたが、試合に立ってみると動きは良くなかったし、勝ち切ることができなかった。次の試合に向けてやっていくことがたくさん見つかった大会だった、と冷静に振り返りました。また、今後に向けては、講道館杯では